先ほどノートルダム大聖堂の近くのところでこれを買いました。6ユーロです。まあ高いけど寒いんでしょうがないですね。でどこに来てるかと言いますと、今私はですね、ぐるーっと回って、要はセーヌ川湖畔で、水上バスというのがありまして、何箇所か回りますね。今ここについてるのが水上バスです。非常に観光客少なくて、私入れて4人ですね。ポッポちゃんもお友達になりたくて来てます。ちなみにここがチケット売り場ですね。なかなかおしゃれですね。1日有効券15ユーロです。今からこの船に乗ろうと思います。お客さんが来てますね。降りてきてます。お客さんというか、よいしょ、ボンジュー、よいしょ、今から乗ります。よいしょ、おっとっとっと、おっと、よし、よいしょ、よいしょ、なかなかおしゃれな船ですね。ボンジュー。おー、なんかあったかい。ちょっと15ユーロは高いかと思いますけども、乗り降り自由、どこまででも行けるということで、非常にいいじゃないですかね。もう貸し切りですね、これは。よし、まあ船内はこんな感じですね。何人乗れるんですかね。優に100人、120、130人乗れる。そこにたったの3、4、5、6、7、8、9、10人ですか。いやー、もう最高ですね、これが。あ、メスボーク。何を私がしでかしたかというと、実は本と手袋を忘れたのを今届けてくれました。もう情けないやらありがたいやら、私のアホなのが、このビデオにしっかり載ってます。もうこれ最高です。ちょっと中断します。